いや、油断するな。諦めるな。もう動かない。どいてくれ。黄金のソウルが出ない。ラーズ、疲れているのよ。いいわ、私に任せる。私にしかできないことがあるわ。ダメ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 、やめろ。大丈夫、私はあなたたちとは違うから。フラ、ダメだ。ありがとう。ごめんなさい。私、また命令に背きます。フラ、ファルト、あいつを信じろ。ラーズ、なんで？こういうのは嫌いだ。俺は父さんとは違う。ラーズ、くそ。
フラン。ローズ、どんなもんだ。これからいくつ困難があっても、つかみ取り、選び取れ。お前たちならできるさ、ラーズ。未来は人が作るものなのだから。おはよう、ラーズ。昨日はどうした？部屋にいなかったのか？いや、もうぐったりぐっすり。俺、床に転がってたんだ。そうか。ノイは何を？今回の顛末を残しているんだ。忘れないうちにね。神、リトラーのこととか。ああ、シリルたちから聞いたよ。彼女なりにこの国、そして民のことを思った末の行動だったと。まあ、彼女を肯定する気にはなれないけどね。俺、あれでよかったのかな。悩む必要はないさ。リトラーは自分の信念を貫いた果てに死んだんだ。お前が救ったと言ってもいい。なんかしっくりこないけど。今はそれでいいさ。取った手段は違っても、カイゼル・ハルドの幸福を願ったのは変わらない。私たちがより良い未来を作っていけばいいんだと思うよ。未来か。そう、きっとできるさ。君は一人じゃないんだから。力を合わせればきっとできる。ああ、そうだな。ありがとう、ノイ。どういたしました。そうそう、シリルが探していたぞ。展望台にでもいるんじゃないのか。わかった、行ってみるよ。フラン、あのさ。何？ファレル、いや、父さんってどんな人だったんだ？まあ、いろいろ聞いてはいるけどさ。そもそも二人は敵同士だったんだろ？それが一体どうして？父さんがしつこく付きまとったとか？何？ファレルもいない。ああ。でも、私たちの周りは彼のソウルで満たされているの。あなたもソウルトリガーなら感じてみて。ああ。わかったよ、父さん。
ああ。ありがとう、母さん。最高に眠ったと思う。なあシリルは？アワダか。お前を呼びに行ったはずだった。え、あれだな、やっぱな、手すりだな、手すりにしたかな。そうだな、やべえな、絶対限界なんだ。何？ファレルをはじめ、俺は多くの仲間を亡くした。俺自身も戦いの中で死んでいくのだと思っていた。しかし生き残った。見られると思っていなかった景色、見ていて後味の悪さも後悔も何もなく、心静かにな。ラーズ、礼を言う。お前のおかげだ。片身だ、カラスナ。ああ。神なき世、あるいは心の中に神を持つ世界、いずれにせよ支配者はもういない。一つの物語が終わり、また新たな物語が始まる。